の皆さん、こんにちは。私たちは福島県から今朝この東京電力本社にやってまいりました。今日は12月28日、環境外は御用納めです。しかし、私たち福島県民の状況、気持ち、生活をどのぐらい皆さんはご理解しているでしょうか。このような状況に置かれたこと、私たちは怒り、悩み、苦しみ、そしてもだき続けてきました。東京の街を歩いている皆さん、私たち福島県民の状況を理解してください。福島が今どんな状況になっているか、実際に福島に来て話を聞いて見て感じて、そしてここに戻ってきて判断をしてほしいです。一度も足も運ばずに机の上だけで計算して安全な原発なんか作れるはずがない。原発の中に自分で入ってみろ。こんなぬくぬくとした建物の放射能を遮断する核シェルターの中で仕事をしているあなたたちに福島県の気持ちなどわかるはずがない。福島の女たちがまたやってきました。でも何回来れば私たちは何回来ればいいんですか。こんな寒いところ、忙しいところ、子供を置いて仕事を欠勤して、本当に何回来ればいいんですか。当然福島に来なさい。当然福島に来なさい。現状を見なさい。福島の子供たち、福島の若い家族がどんなに苦しんでるか、福島に来なさい。東電一緒に3、はい、原発いらない。はい、総理よ。どうも、俳優やってます、山本太郎です。ちょっと5分だけと思って寄りました。本当にこんなたくさんの人たちが、ね、本当に東電さん聞こえてますか。仕事をされて収まるものなんて何もないじゃないですか。漏らしっぱなしじゃないですか。何も終わってないですよ。最低限のフォローをしてくださいということで、福島の方々が今ここに来て声を上げてるんですよ。仕事なんて収まるわけないじゃないですか。年忘れて忘れられることなんてあるわけないじゃないですか。とにかく最低限やるべきことをやってください。最低限自主避難に仮払いだけでも先にしてください。一度避難が可能になった人たちでもまた戻らなきゃいけないような厳しい状況になっています。最低限まずは自主避難の仮払いだけでもしてください。そして住民たちがどうして除染をしなきゃいけないんですか。どうして被爆しなきゃいけないんですか。あなたたちがばらまいたものをどうして住民が除染しなきゃいけないのか。普通に考えておかしいですよね。一刻も早くあなたたちが業者を雇って皆さんが安全に住めるように、その最低限のことをやってください。そのためにここに声を上げに来ている福島の方々がいるんですよ。この現実を見つめてください。ボーナス払う前に違うもん払うべきでしょ。しっかりとこの現実を受け止めてください。よろしくお願いします。頑張っていきましょうね。諦めませんよ。諦めて得をするのは東電さんと国だけです。諦めないぞ。諦めないぞ。これまたされないぞ。ありがとうございました。
あのお話があったことをよく自分の仕事の中でオレンジのところ押してください。押しながら喋ってもうちょっと大きな声で話せよ。大きな声で聞こえないんだよ。大きな声で話せ。あのお話しするときには目を見て話したいと思いますので、あのこの方の目を見てお話ししてました。ですからあなたの言うんでしょ、あの今 お話としてはあの今 あの福島の方にあのお孫のあの福島の声に話を聞くようにという言葉をよくあの目に受け止めて、これからの仕事の中であのそういうあの お答えができるようなことがあれば、あの具体的にしていきたい。具体的なことを何言ってるか分かりません。具体的なことを聞いてください。福島に来る前にまず中に入れてよ。なんでそんなことをするんだ。来るぞ。なんで福島の人が来てるのに外から来てたぞ。何だ、中に招き入れるのが普通だろ。常識で考えたっておかしいでしょ。誰にいくらいつまでに賠償するのか。そうだ、誰にいくらいつまでに賠償するのか言ってください。あきれ、すいません、あの今お話した通りです。分かんない、あの今 あの皆さんの気持ちをしっかりと自分で受け止めて、そんなこと言ってないの。あなたが勝俣さんいないんですか。勝俣さんいないんですか。勝俣出せよ。会長はどこですか。今勝俣さんはいないんですか。社内にいないんだったら呼んでください。勝俣さん絶対できた人に、あの建物の中にあの、いるんですね。いるんだったら呼んでください。呼べよ。会わせてください。会わせてください。申し訳ないんですが、あの今日はあの皆さんから あの申し入れ書を私は受け取るということでここに参りました。で、あんただめだ あの申し入れ書をあのいただくということを、はい、あのまずはそれをいただいて、あのいただけあのいただくようなそのことを、じゃあその後に松本さん呼んでください。そうだよさ、いつもあなた方は、はい、被災者が来たの、はい、路上で、はい、歩道で応対する、はい、なんで中に入れられないんですか。入れろよ。そんな大事なことは、歩道から出ちゃってんじゃん。福島が当たってるのか。みんなこっちに入れてしよう。中に入れろ。おかしいじゃないですか。被害者を迎える態度なんですか。行政分を受けに来たんですけど、行政分出さないで、ちゃんと引き上げますけど。なんだその態度は。その両方うるさいよ。あの福島に来い。よろしければ、あの行政分を、あの、10つ、あの、携帯に入れてるからよ。三春に来い。昨日今かに来い。行政分を。訪問客なんですから。お前ら何言ってんだよ。あのすいません、今日はあの行政分をあの受け取るということでお約束でここに参りましたので、お話ということであればまたね、そんな気にあるか、お前人間か、来ていただきたいと思います。受け取るんであれば通電の中で、ふざけんなよ。今すぐ出せ。道路で福島に出てきて土下座しろ。誰か土下座しろ。行政分の中で受け取られるんですか。ではないでしょうか。責任ある者が来てちゃんと払って、その上の話だろ。こうして話してなきゃいけないんでしょう。中に入れてください。社長だぜ。社長、社会的責任はどうした。あの今日はね、要請分あるって言うんで、こう受け取りに来るだけなんです。何言ってんのね。回答を示せ。回答を、具体的なことを言うか。お前何でお前らそれを言うんだよ。賠償いくら出すんじゃこの。答えろ。そうだ、答えろ。お静かにお願いします。あのね、お互いにそういうことで心が通うとは思いません。私はですから、乱暴な言葉や手を出すことはもうあの警備の方にも今お話ししました。で、私はですね、12時半に東京電力友の会としてあの申し入れをするということをお約束しました。そしてここに今来てくださいましているのは、あの原子力センターの、相田さんです。相田さんとそれから竹内さんです。
それでこのお二人の方を一応代表としてですね、きちんと私たちの思いをここに書いて持ってきているのですから、それをきちんと読み上げて思いを届けたいというふうに思います。ご協力いただけますでしょうか。そして本当にね、私たちいつも申し入れするときはですね、このようにゲートを閉められるということはないんです。で、歩道にはいますけれども、渡すときは必ず敷地内で、東京電力の敷地内で渡してまいりました。したがってゲートを開けてほしいと言いましたけれども、これが皆さん大勢のためにですね、気弱な東京電力は開けられないようですので、渡す代表の人が2人ずつですね、中に入って受け取る側も2人でいらっしゃいますので、そういう形で皆さん静かに聞いていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、お願いいたします。東京電力とともに脱原発を目指す会の東井の方から、1歩目を提出させていただきます。2011年12月28日、東京電力株式会社社長西澤俊夫様、記者は3月11日東日本大震災に際して原発震災という地球規模の致命的犯罪を引き起こしてしまいました。過酷事故の同時多発という前代未聞の事態であり、自然が回復されるまでには気の遠くなるような時間を要します。これに対し被害者らの寿命ははるかに早く尽きてしまいます。事故からすでに9ヶ月、突然人生の行く手を切断されてしまった大勢の被害者が自らの耳目、口、手足と懐を痛めなければ、今後の生活の基盤も損害賠償も獲得できないという、あまりにも悲惨な許されない状況が続いています。何より原発は安全、大地震にも耐えると地元に対し説明してきたことが嘘偽りであったことの謝罪を当事者として発したことがありません。トップ以下全てが口にするのはいつも大変なご迷惑とご心配をおかけしているという人ごとのような決まり文句のみ、心からの謝罪と言葉だけではない実質的効果的な損害賠償、そしてさらなる被害損害の発生に対する予防的措置を速やかに実行しなければなりません。原発いらない福島の女たちから要請します。原発即時廃止、被害者への完全な賠償を求める要請書、2011年3月11日の東日本大震災に伴って発生した